野球のバットの材料となる木、青玉の植樹祭が斉藤佑樹さんらが参加して苫小牧で開かれました。木製バットに使われる青玉は将来資源の枯渇が心配されるため、野球関係者が2000年から植樹祭を行っています。今年は元ファイターズの斉藤佑樹さんや少年野球チームの選手らが参加し、200本の苗を植えました。自然を守るとか、なんか野球のまさに未来づくりというか、すごく素晴らしい活動だなと感じています。青玉がバットに使える大きさになるまでにはおよそ70年かかるということです。いい感じ。よし。